ヒモロギアラシ。年末年始に里帰りして昔話に花を咲かしてたら、面白い出来事を思い出したので投下する。僕が小学5年生の頃、九州の方から K というやつが転校してきた。当初は妙な方言を使っているという理由でいじめられていたが、小学生だけあってすぐに打ち解けた。僕と Y と D と K は特に仲良くなって、毎日のように一緒に遊んでいた。そんなある日、近所の寂れた神社で暇を持て余していたら、K が、ヒモロギアラシをしないか?と提案してきた。ヒモロギアラシと言われても当時小学生だった僕らは、ヒモロギという言葉の意味すら知らなかったのだから、当然チンプンカンプン。それはどんな遊びだ?と、K に尋ねたところ、神様を探す遊びだ。とのこと。後で分かったのだけど、K 自身も詳しく理解していなかったらしい。とにかくやってみようということになって、K にやり方を教えられた。手順は簡単で、神社の境内でどんぐりを集めて、そのどんぐりを神様のいそうな場所に土を持って建てる、というものだった。早速僕らは境内を探し回って、それぞれの場所にどんぐりを設置した。僕は霊感とかそういうものには疎いので、深く考えず木の根元に設置。Y は、神様なら社にいるだろ、と、社に設置。K は鳥居の足付近に設置。D は腰をかけるのにちょうど良さそうなサイズの苔むした岩の上に設置していた。その岩があまりに厳かだったから、なんとなくみんな D が正解のような気がしたらしく。D、いい場所見つけたな、いいな。とか言ってた。それで、この後どうするんだ、と K に聞くと。明日までこのままにしておく。と言い出したので、みんなしらけてかくれんぼして帰った。次の日、僕はどんぐりのこともすっかり忘れていたので、早々に帰宅しようとしていたら、D に捕まって、神社に集合することになった。一番期待度が高かったのに結果を見ず忘れ去られるのが、D にとっては不満だったらしい。放課後、神社に4人集まってから一つ一つを確認していった。僕と Y と K のどんぐりは何事もなくそのままの姿で残っていたが、D のどんぐりだけは、土が崩れて倒れていた。K 曰く、どんぐりが倒れていたら正解だ。とのことで、D は大喜びで、ほら見ろ、俺の勝ちだ。と、誇らしげだった。すると、K が何やら神妙な顔をして、倒れたのを見たの、初めてだ。今まではこんなことなかった。どうしよう。と、ブツブツ言い出した。不安そうな K を見て、D も先ほどとは一転して、もしかして、俺何かまずいことしたか?と、おろおろ。K が、実はこれ、前の学校で危ないからするなって先生に言われてたんだ。と言うと、Y が、D が正解したからって嫉妬してるんだろ。とおちょくっていた。僕はどうでもよかったというか、その日はドラゴンボールの放送日だったので早く帰りたかった。なんとなく気まずい空気の中、その日はみんな何事もなく帰宅した。次の日学校へ行くと、D の姿がない。朝礼が終わった後に、先生から D は病気で休みだと告げられたので、昨日のことを思い出して不安になった僕らは、D の家へ見舞いに行くことにした。出迎えてくれた D の母親が、予想以上に悲痛そうな顔をしていたので、これはただごとじゃないと分かった僕は急に罪悪感に駆られて、丁寧にもてなしてくれる D の母親の顔を直視できなかった。言われるがままに2階の D の部屋へ案内され、そこで見たのは、お尻を倍ほどの大きさに腫れ上がらせた D の姿だった。腫れの熱で意識が朦朧としてるのか、D は僕らの存在に目もくれず、うんうんうめいていた。母親が言うには、今朝起きた時にはすでにこんな状態だったらしい。どうすることもできず、僕らは D の家を後にした。帰り際に K が、俺のせいだ。D はたたられたんだ。と、泣きそうな顔していた。その後、
K が父親に訳を話したようで、父親はしこたま K を叱りつけ、D の母親に謝りに行き、神主を呼んでお祓いをすると、すぐに D の晴れは解放に向かい、一週間後には学校に来れるようになっていた。後で K の父親から事情を聞いた D が教えてくれたのだが、ヒモロギアラシは、K の前の学校で誰ともなく始めた遊びらしく、霊的な意味合いより、設置したものを踏んで怪我人が出たので禁止されたらしい。どんぐりに特別な意味はなくて、境内にあるとんがったものなら何でもよかったそうだ。K のお尻の腫れも、たたりだったのかどうか、未だにわからない。という思い出話で盛り上がってるうちに、その神社に初詣に行こうということになった。D は、さすがにもう神様も許してくれてるだろ。と、古傷を忘れたように軽快だったが、石段で足を滑らせて、思いっきり尻もちついてました。ババウソ。友人の話。実家近くの山に、とある用事で一人入っていた時のこと。そこは実家の持ち山だったが、入る前に、礼儀正しくしろ、と、注意を受けた。何のことかわからず、あまり気にしなかったという。山に入って二日目、異臭が彼の目を覚ました。テントから顔を突き出すと、目と鼻の先に排泄物が放置されていた。大きさからして間違いなく人間のそれだ。ご丁寧にトイレットペーパーまでひらひらと残されている。どこのどいつだ?向かっ腹を立てたが、それで目の前の物体が消えるわけでもない。仕方なく、その場で穴を掘って処分した。三日目、やはり悪臭に起こされた。恐る恐る外を見ると、二つに増えた排泄物体が鎮座していた。一体何が起こっている?困惑しているうち、あることに気がついた。物体の一つは土まみれになっている。まるで土の中に埋まっていたかのように。その時突然、頭に馬鹿げた考えが浮かんだ。これってもしかして、俺自身が排泄したもの?急に何もかもが嫌になり、さっさと埋めてその場から逃げ出した。しかし、翌日も物体は追ってきた。恐れていた通り、その数は三つに増え、うち二つは土まみれになっている。たまらず、その時点で山を降りたという。そりゃあ、ババウソにつけ回されたんだ。家にたどり着いて話したところ、祖父にそうぼやかれた。聞けば、その山を縄張りとしているカワウソがいて、勝手にババをしたものを許さずに追いかけるのだとか。それもご当人のババを使って。だからババウソ。と、実家では呼ぶのだそうだ。ついてこなくなったところが縄張りの境界なのだという。記事打つ前に、山に一言断らないからだ。不作法な奴じゃのう。彼の祖父はそう言って、それ以上は相手にしてくれなかったそうだ。じいちゃんの目覚まし。文才ないけど投下させてもらう。中学の時、母方のじいちゃんが脳一血で倒れたので、家族揃って田舎へ。まだまだ元気で新聞配達をやっていたじいちゃんは、朝、家の前でバイクごと倒れていたのだそうだ。田舎の家はいわゆるかやぶきの古い農家の家。奥の部屋に寝かされていたじいちゃんは、親戚一同勢揃いした中、なんか普通に、のんきに大いびきで寝てるだけに見えた。いびきは脳一血特有のものらしいね。脳一血ってできるだけ動かさない方がいいんだろ?病院まで持たないって判断だったんだと思う。今夜が峠でしょうとのことだったけど、翌朝もじいちゃんは高いびきでひたすら眠っているだけ。本当にもう死んじゃうんだろうか。ばあちゃんも久しぶりに親戚が集まったのもあり、ちょっと浮き足立ってる様子だった。年の近い親族がいないので、一人子供の俺は何もすることもなく、ただぼんやりした時間を過ごしていた。
俺はじいちゃんがちょっと苦手だった。頑固だし、無口だし、めんどくさがりで、いつも機嫌が悪そうに見えてたから。唯一好きだったのは、じいちゃんが重曹で作るほろ苦い蒸しパン。小学生の頃夏休みに遊びに行くと、必ず作ってくれた。じいちゃんなりの愛情表現だったんだろうな。ああ、もうじいちゃんの蒸しパン食えないんだなと思ったら、胸が詰まった。その晩も大人たちは夜遅くまで起きていて、ぼそぼそ話し合ってる声を子守歌に寝てしまった。うとうと仕掛けたかなという時、母ちゃんに起こされた。じいちゃん、行っちゃったよ。うっすらと外が明るい。もう朝になってた。何時だろう。そういえばこの家には時計がない。じいちゃんはちょっと口を開けたまま、もういびきはかいてなかった。でもやっぱり、ただ静かに寝ているだけに見えた。ふと、けたたましく目覚まし時計が鳴り響く。一同、ビクッとする。そしていつまでも鳴りやまない。止めたくても、目覚まし時計がどこにあるか誰も知らないんだよ。みんなで探すんだけど、なかなか見つからない。母ちゃんが積み上げた座布団の間に挟まっているのをやっと見つけて止めた。その時ふと誰かが言ったんだ。あれ？でも、昨日の朝は鳴らなかったよな。みんな、はてな、状態。つか、いわゆる普通のアナログ目覚まし時計、スイッチ切らなきゃセットした時間、12時間ごとになるタイプのやつ。だから朝だけじゃなくて夜にもなっちゃうはずなのに、夕べも誰も聞いてないんだよね、目覚ましの音。なんでだ？なんでだ？みんな首をかしげるばかりでさ。そしたらばあちゃんがぼそっと。じいさん、もう起きるのめんどくさくて目覚まし止めてたんでねえか？なんとなくそれでみんな納得。しなくても生活に困るわけじゃないのに新聞配達なんか始めちゃって、めんどくさくなってきてても、意地っ張りで弱音吐けなかったんだなと。ばあちゃん後で言ってた。いやじいちゃん、魂飛ばして目覚まし止める方がよっぽどめんどくさいじゃんよ。みんな偏屈じじいなんて言ってたけど、結構頻繁に誰かしら遊びに来てたらしいし、倒れた時も一日でほぼ全員集まった。じいちゃん本人は寝てたからわからなかっただろうけどね。いや、自分で目覚まし止めたくらいだから、ちゃんと見えてたのかな。